休取ろうって言ったんですけど、過言が産休、育休、結婚、退社、不産大変なことや。本当に始まりました、ブチチャンネル。さあ、今回ですね、アメリアティア、はい、すごい不安そうな顔をしてますけど、はい、アメリアティアさん、聞いたところによるとちょっと英検準1級取ろうってたんですけど、でも英語取ってないんですよね。はい、だから受験終わってから一回も触れてないですね。やろうと思って教材は買ったんですけど、準一級の単語帳ってなんかちょっと分かるじゃないですか、はい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 、なんかちょっと分かるってやる気でなくないですか、うん、ああそういうこと。なんか全く分かんなかったらやるんですけど。なるほど、うん、ちょっと過去問があったんですけ どこれはどうなんこれはどうなんですか。ライティングとかできんのかなっていうのがねえ、だって東大ライティングあるじゃないですか。いやさっきまでのね、喋りが嘘のように静かになってますけど、これどうですか。 Do you think that Japanese companies need to improve their treatment of female workers? ね、フィメールワーカーズしかのかって、はい、だって東大リスニングあったし東大のできたんですか英語。いやすごい、ほぼほぼノーコメントですけどイエスもノーも言わないよね。型とかありますよね。はい、全部忘れた。全然でもそんな当てはまらなくても全然120。え、東大って何語でしたっけ。50、60ぐらい、60ぐらいから80ぐらいが長っだって俺高1の時に2級の2次に負けて諦めたんですよね。そうなの。私2次が本当にダメで喋れない。なんか髪、お、出てきた熊田プーさんでかいディズニーに怒られないんですか。怒られない。さすがにこれで怒られたら困るわ、ふーさん。軽文の英語ってどれくらいの難易度なんですか。なんかまあエアプの人たちが簡単簡単って言いますよね。あ、じゃあ今年の軽文の入試の話してもらおうかな。ああ、いいですよ。やった。来ました。いやー、時間かかった。これ時間計算したらどれぐらいになるんだろう。やばいやばい。よし、日本語が見えるんですけど You think that? あ、これはやっただけですね。はい、メモったわけですね。産休、育休、結婚、退社、許可する、はい、とチャイルドレイジングと情報。え、待って、これ全然読んでないんだけど。え読んでない。だってほら、use two of the points below ですよ。この中から2つのポイントを使いましょう。あ、でも、まあ、なんとなく。なんとなく。たまたま。たまたまプレゼンありますね。なんとなく。では、いきますね。I think Japanese companies need to improve their 協力的って書いてある。their treatment of female workers. I have two reasons for this. はい。まあ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 、別にいいですけど、11だともうちょっとかっこいい表現がいいんですけど、はい。はい、2級とかね、順にはそれで書く人多いですね。 First of all! さあ、最初一体何だったんでしょう。 Female workers are likely to be pregnant. 妊娠するかもしれない。はい。それは生物学的にってことですかね。はい。In this case, この場合っていうのは、ね、妊娠した場合ってことです。妊娠した場合。They have to take vacation. なんか産休が分かんなくて。あ、まあ、leave っていう単語がね。ああ。知ってますか？マタニティーリーブとか。マタニティーリーブとか聞いたことないですか？ない。産休ですよ、マタニティリーブ。やばい。パタニティリーブの方がお父さん側だとですね。はい、For about the half, a half year. 半年くらいかな、みたい。Half a year です。やばい。
or well after their children birth って書いてます、もしかして子供が生まれたらあafter their child is born とかね、あ、it's born、 うわ、 they must care of、 care ofTake care of ってことですかね。But I think our society is not willing to... え？いや、なんか... Willing to them. なんかこういう状況になんか協力的じゃないよねみたいな。協力的っていう単語が出てこなくて。うん、まだ、but support them ってことですね。ああ、そうですね。動詞が何もないですね。That is... That is to say. That is to say か、これ。でも、That is to say の意味なんだっけと思いながら。すなわちですよ。あ、じゃあ全然違いますね。え？すなわち。こりゃ。すなわち、more and more companies of foreign countries. で、パーミットって許可するだってますか？パーミットは許可するだけど、to take their children. Take their children? 盗むんですか？子供を。連れてくる。ブリング？子供を。あ、そういうこと、職場にか、ああ、いや、それ場所書かなきゃダメですよ、当然。どこに連れていくのか。これだったら、いやいや、ちょっと子供を奪っていってしまうっていう話になっちゃうよ。But Japanese companies, Japanese companies なの、is なの？あ、あ、not so, not so what? そう。まあまあ、そうじゃないってことを言いたかったわけですね。not so, 日本語？Not like that. Moreover, female workers often have to wait on their boss. 上司。何 wait on って。上司、お酒ついたりとか。それ？いやまあだからそう wait on って言ったらなんかこう waitress とかみたいなイメージだったけど、はいはい、アテンドするですか。で、for example がなんかイチゴになってますかこれ。あ本当だ。They need to give alcohol their boss って書いてる。ボスのアルコールにボスを。ちょっと待って。アルコールにデアボスのグラスを与えなければいけない。ボスか。An office party。いや飲み会が分かんなくて。オフィス。監視もいるけど、オフィスのパーティーでアルコールさんにボスのグラスをあげなきゃいけないわけですね。はい、はい、ぶっ倒れちゃってもうすごい状況だ。ちょっと待って、やばい。すごいな。This situation is likely to have a bad influence か、a bad influence on female workers feeling。 まあ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 それはね、いきなりお酒に向かってグラスをやらされたらそれ気分良くないかもしれないけど。In conclusion, I think the treatment of female workers is needed to improve. なるほど。申し訳程度に。なるほどね。一刻上に変えましたみたいな。なんですね。はい。いやまあ高い点は取れないですね。絶対前なんか見てもらった時の方が書けてます。そうかもしれない。確かに。なかなかやっぱり理由のとこが弱いっすよね。どう良くしなきゃいけないのかがあんまり分かんなかった。だから子供をその持ってこれるようにする、まあナーサリーなんかができるようにするっていうのは書けばいいんですけど、結局子供盗まれてしまったんで、はい、ちょっと盗まれてしまったし、オフィスパーティーでアルコールにグラスを渡すっていう状況なんで、ちょっと意見をちょっと言えたかなという感じでした。さあ、皆様どう思われますか？めっちゃ叩かれる。やだよ。でも英語勉強してないですからね。英語一切やってないので、ここから5ヶ月ぶりとかですか？で2月とかから触ってない。すごい。じゃあここからちゃんとやってください。はいはい。だって準一受けるっていうのは、そのまあ SCBT だったらいつでも受けられますけど、あの普通のやつ、普通のやつだったら10月に筆記があって、え、間に合います？でも、まあ、これはいくらでもよくはできると思いますよ。まだまだインプルーブできると思いますけど、それよりはそのリーディングリスニングでどんだけ取れるのかが。え、配点これいくつでしたっけ？だから全部いわゆる100100100100100なんで、全てのセクションが同じなんで、だから1問しかないんで、圧倒的に大事なんですよ。僕があのリーディングバーッとちま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 やってるのと同じですから、配点。わあ、それでズカッと切られるのは痛い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 。英作ができないのが多分スピーキングができない、うん、まあそうですね。これスピーキングはまさにこれでできればパッと言われてパッと答えられるかとか、
ね、あると思うんで、そういう練習はねしていかなきゃいけないと思うんで。 Do you think that it is a good idea for companies to have a mandatory retirement age? Do you think that it is a good idea for companies to have a mandatory retirement age? Mandatory retirement age? Yes. Why? Japan is aging society, so the number of working person is declined. And as a result, the worker must 足りなくなるってなんだ。must be 足りなくなる足りなくなる must be yes to be be not exist must be の後ろにのがついて動詞の exist ついちゃった。 be 動詞の後ろに動詞2個になっちゃった。これ意見としてそれ yes じゃないですか、 no じゃないですか。だって mandatory そうです。 mandatory retirement age っていうのは何ですか。Mandatory って義務ですね。義務。あ、義務。じゃあ、ノーだ。そうそう。だ強制的にこう退職させなきゃいけないわけですよ。じゃあ、ノーですね。定年っていうのを設けるべき、はいはい、設けるのはいいアイデアですかって言ったら、逆のこと言い出したなって思って、はい。もうダメだ。The number of workers is insufficient みたいなのとか、It's not enough とかですね。そういうのをまあ言えれば全然大丈夫です。 The number of working person って言っちゃった。一人になっちゃった、はい、ダメだ。そう、まあ、workers とか employees とか、まあ、いろいろ言い方はありますので、 workforce とかね、労働力とかいろいろ難しい表現は使おうと思えば言えるんですけど、はい、そんな感じでした。ということで、じゃあ頑張ってその10月までに合格できる力をつけてください。はい、はい、ということで、アメリティアの英語力見てみました。はい、ご視聴ありがとうございました。テンポキンうーわーそうで始まりました、モテちゃんの。さあ、今回ですね、はい、はい、英検準1級受けるって言ったアメリアテア、イエーイ、イエーイ。勉強進んでるんですか。あんまり進んでおりませんか。だから、やばい、なんかまたエフランレベルかと思いましたって言われると思って、ね、すぐにツイッターに上げてたよね。あ、絶対これ伸びるかなと思って。そう、だからあのコメント消せなくなっちゃったじゃんって思って、その他のひどいコメントほぼほぼ消したんですけど。あ、そうなんですか、はい、じゃあ全然気づいてないです。ほぼ消してます。ゴミみたいなコメントいっぱいになって。まあ前回はライティングですね、11のライティングやったんで、今回はじゃあ11の単語ですね。おお。で、別に企業案件でもないんですけど、はい、データ単やろうと思います。データ単、過去に出た単語を全部データベース化してやってるやつなので、めっちゃ出るんですよ。なので、それで実力を、いや、怖ね、チェックしようと思います。あ、診断テストありました。診断テストありました。うわ、いじめだ、はい、いじめ。あ、ノーマルとハードありますけど。いや、ノーマル、はい、エグザイル、はい、オーバーホール、こて答え出ないんだ。何オーバーホール、知らないんだけど。スクルティニー、パスもあるんだ。うわ、なんか聞いたことあるな。Vulnerable. Round up. Crumble. 取り締む。Enlist. リストに入れるってことでしょ。こっちがこっちがこっちが。Amply. しょうがないの。Stoically. え、マジ怖いんだけど。Ahead of time. Take account of. Renovate.Deduct. あ、なんか聞いたことある。無理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 。Preoccupy.
あー、待って。Narrative。 ね、マジで聞いたことある。 Novelty。 ね、新しい。 Rash。 Perilous。 Stingy。 Pull in。 Pull off。 え？いや無理だって。 Go along with。 いやこれでしょ。 Stick to。 Disperse。 Disperse。 パースじゃないってことでしょ。待って。Circulate。 さあ、え、怖い怖い怖い。出ました。何、はい、何。いや結構合ってましたよ、見てて。あ、できるなっていう感じでしたけど。だからなんか分かった時の何、あの速さは何だろう。動画的に普通はさ、こう視聴者もさ一緒にやりたいから見るわけね。あの視聴者が考える間も与えずにもスパンスパンって言ってくる。ああああと思いながら上足で解いてっちゃったから動画分かってない。普通はね、あの動画でね、エクサイルって言ったら、あ、エクサイルこれって確かとか言ってなんとかって喋るとね、いいんですけど、黙々とカッカッカッってやっちゃうから多いと思って見ながら見てましたけど、はい。エグザイル、そうですね、追放する、亡命する。エグザイルは、うん、エグザイルのエグザイルってそういう意味だったんだって覚えてたんですよ。エクソソド、はい、で、オブホーは難しいですね、これは単語帳に出てきたことない気がする、うん、総計だったら、まあまあ、長文に出てくることはありますね、選択肢にいたりとか、まあ、社学とかだったらある感じですけど。そう、スクリティニー、はい、これ知ってましたか。これはなんか、耳障りがあった。耳障りがあった、いいの悪いの、ね、耳障りなんか、聞き覚えがあっていました。動詞知ってますか、スクリティニーの。え、知らないです。スクリティナイズっていう、知らないですか。知らないですね。ナイズにすれば、スクリティナイズ。こっちの方が受験では大事ですか。ボルダラボーは大丈夫ですね。これはまさすがに。これは普通に出ます。ラウンドアップ、逆さがどう言ってたっけ。いやー、なんか、感。ラウンドとアップだったらこれかな、みたいな。あー、なるほどね。クランブルね、そう、あー、間違ってんなと思って。これ、外してダメな気がするんですけど、結構。出てくる受験は、クランブル。まあ、日常生活は使いますね。いや、なんか聞き覚えはあるんですよね。ボロボロになるみたいなので使うことは非常に多いです。リスト、はい、そうですね、リストに入れるっていうことから入隊、すいません。アンプリー、これは形容詞を知ってますね。不損。不損。アンプリーの形容詞が、十分なってやつ。スペル見れば分かるし。十分なっていうキャラ。十分な。アンポーですね。E です。それが副詞になるとそう E が Y に変わるっていう、ちょっと珍しい。知ってなかった。え、アンポーは知ってます。この L E にする。E、うん。そうですね。アンポーアマウントとか。はい。で次のストイックはそうですね。もうストイック。すごいです。ヘルフタイムは簡単ですね。まあテイカー監督も簡単。レノベイトも簡単です。ディダクト間違えたんだと思って。ああそうなんだ。これもなんか聞き覚えがあるんですけど。うん。みたいな。控除す、あ、まあそっか、ディデュースの方が有名。あ、そうです。推論するの方かな、受験だと。まあ控除するっていうので非常によく使う、ディダクションとかっていうので、ディダクティブもあるね、はい。まあまあ税金とかそういうものとかね、いろいろあって、仕事関係ではめちゃくちゃ使うので。プレオキパイ、そうですね、オキパイされちゃうものだと。そうですね、そうですね、この辺まあ間違えられたらちょっとね、文学部的にはね、そう、ラッシュとかも。この辺はシスタンで出てきたと思います。はい。あ、ペリラス知らなかったですか。聞き覚えはありますね。OUS を消せばペリオですね。ペリオ。形容詞じゃなくて名詞にしてやって、インペリオとか知らないですか。聞いたことはある。Be in peril とかですね。はい、Be in danger ね。危険。Perilous。Stingy、あ、これできてましたね。ちょっと悩んでたけど。知ってました。全部聞き覚えはあるけど、うんね、みたいな。ケチなってですね。東大の過去に何か問題にもあった気がするな、ケチです。使えますよ、スティンジー。He's so stingy。もちろん他にもいろんなケチって言い方があると思うんですけど、ね。He's so cheap とかって言ったりもしますけど。しますね、はい。プレイン、まあこれね、ちょっとまあプレインとかプロフ似たようなのが2つ。プロフはまあ車寄せればめっちゃ使えますね。
あとはプルオーバーとかね、止めろとかっていう時に、車系でプルは非常によく使いますね。フォアロングウェズ、一緒に行くって書いちゃったらもう分かるよって。スティックトゥーね、これ大事ですね。あー、ディスパース知らなかったですね。ディスは離れるね。さっきは意図は簡単でしたね、はい、はい。ということで実力的にはどうでした、自分でやってみて。あ、ちなみにこれマル秘ボタンを押すと、ね、何年の何回目に出たっていうのは全部見れるんです。はい、すごっ。企業案件ではありません、今回。あ、でもデタタンさんってうちのメンバーシップ入ってますからね。え、すごはい、毎回トイックの時も見てくれてますから、コメントくれるし。わはい、そんな感じで。え、タイピングちなみにできる？いや、絶対無理、絶対無理。ハードにしますか？嫌です。嫌ですって言った。いや、思ったよりできるからすごいなって。本当ですか？これでお名返上じゃないですか。ちゃんと実は勉強してたっていうねことが分かったと思います。やっぱ問題はライティングなんですよね、きっと。ああ、ライティング、リスニングが聞こえる。どうなんでしょう、最近聞いてない、やってみないとだ。そう、過去問とかはやってない。さすがにやろうかなと思って。対策本は、あ、持ってます、なんか今日持ってくれるものは持ってきたんだ。持ってこれるものなら持ってきたって、持ってこない人が言う発言だけど、それ。いや、朝マジで時間なくてボンボンって持ってこれるやつだけど。あ、はい、予想問題ドリルだ、これと、うん、これと。あ、はい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 、ライティング意外といっぱいあった。ドラゴンイングリッシュだ。単語帳もあるんですね。あ、はい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 、あっちの方ね。しなしななんだけど、はいはい、白い表紙のやつだよね。しなしななんだけど。しなしなの、雨にめっちゃ濡れてるんだけど。いや、ずっとカバン入ってるから。あ、じゃあもう単語帳もあるわけですね。はい、ね、帰りに僕の参考書買って帰ってくださいって言ったけど、なかった。え、英検用の本出してますか？出してます。いや、じゃあ買います。いや、もう時間ない。もうだってすぐでしょ、あと。え、でも再来週の日曜日、もう間に合うの？7日間7日間生なんで。まあ、じゃあライティングですね、まず。ああ、そうそう、こいつの場合はで、まあ、これがいずれ役立ちますので、うーん、リスニングに。あ、そうなんですか？リスニングじゃねえ、スピーキング、スピーキングに。これでいけちゃうものいっぱいある。かぶってるトピックいっぱいあるんで。なんかあれですよ、なんか来る前に、うん、純一で YouTube で調べて、うん、あの武田塾イングリッシュの方の動画見たら、はい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 、完全制覇みたいなやつ。そうそうそう、でコメ欄でもおすすめされてたじゃないですか、うん、と思って、うん、完全制覇じゃねえよ。そう、完全制覇じゃねえやと思って。でもあれめっちゃ分厚いですよね。そうね、だからちょっとまあ今大変、間に合うかって言ったら大変だと思うんですけど、まあでもアイディア出しのね、やり方とかはね、覚えておいた方がいいので、じゃあそれだけやっておきますか。はい、じゃあ次回にアイディア出しやります。そうで始まりました、もちチャンネル。さあ、はい、今回はアメリアティアがやってきました。今日体育の授業だったんです。違います。すごい格好でやってきた。ハーフパンツを外に出しながらやってきたから、もうハテナがいっぱいだったよ。私映んないからいいやと思って。そう、下がね、体育の授業後期は取れたんだなって思って。全然、いや、まだ大学からやってないんで。そんなアメリティア、ライティングなんとか英検準拠しなきゃいけないということで、はい、一番やばい、取れなかったら困っちゃうんで、はい、できるようにしなきゃいけないということで、じゃあアイデアの出し方っていうのをちょっとお教えしないといけないかなと思いますね。え、どんな風になりました、アイデア出しするとか。え、なんか普通に考えるんじゃないんですか。普通に考える。ほう、普通に考えるとは。いつも自分がやってるのは、なんか、うん、イエスかノーか立場決める前にどっちが多いかなと思って、はい、うんうん、日本語でちょろっと書いて、ほうほうほう、で、あ、じゃあこっちの方が行きやすいから、うん、こっちにしようみたいな。あ、じゃあアイデアを書いてみる感じなんですね。そうですね、うんうんうん、じゃあそれでいいと思いますが、実際やってみますか。ただ、まあ、アイデア出しに関してはね、ポイントがついてくれてるんで、実はそんなに大変ではないんですけど、どんな感じで書けるかっていうのをですね、やっていきたいと思います。どれがいいかなって言ってみたら、 It is desirable for stores to stay open 24 hours a day。 うわ、出たー、出たーなんだ、出たっていうのがあったとして、それをどういう風にアイデア出しするのかっていうのを今から見せたいと思います。ちょうどホワイトボードがあったんで、おこれで、もう
典型的なね、これもういつも授業で言うやつですね。これ思いっきり光で見えてないかもしれない思いっきり今ここに光がパカッと、まあまあよく言うんですけど、典型的なね、エンバイロメントのスペルミスです。そう、これいつもライティングの授業で言うんです。エンバイロメントのスペルミスるからちゃんと N 抜けてんじゃん。そうです、これもやっちゃう人すごい感じだな。うん、といい影響なんかあるわけでしょ。やばい、人気汚いって思ったよ、俺は。カスタマーニード、あ、いつでも買える。ナイト、キャリーカメキャメって書いてある、なんて書いてある、これですか。いや、キューキャーみたいなこれ人や何これ、深夜給料深夜給料だったのか、多い。あ、いい点悪い点を書いてるわけですね。はい、はいはいはい、電気使う。反対かでしょ。24時間営業、あの全部使えちゃう、全部使えちゃう。でもこっちの方がさ、時計少ない。やばい、これは俺の気持ちの問題かも。どっちでもいけそうです。お、じゃあどっちにしますか。あとはいわゆる使える表現、これを見て自分で書けるぞっていうやつですね。具体例出せるとか、この表現だったら使えるなっていうので選ぶことできますね。しかも反対するのなんかむずい気がする。お、はい、そっちでやる場合にで、どういうふうに構成として、まあこれとこれかな、2つポイント使えって言われてるんで、さようなら。で、はい、具体例、具体例、賃金給料が高いですよと、雇用の総失注にもなりますよと、カスタマーニード、雇用の総失って書いてあるね、雇用の2、3でああ、いつオツも変える、最近の人働く時間もバラバラ。ああ、はいはい、場所もかな、うん、これでいけます。なるほど、まあアイデア出しとしてはいいんじゃないですかね。エンバイロメントはない、だから電気使っちゃうっていう悪い面があるんで、はい、その賛成するにおいて使えなくて。あ、そういうことね、いいものがないってことね。そういうことね。ああ、いい影響がありませんってことね。で、電気使っちゃうから環境に良くないよってことね。まあこれよくあるパターンです、本当にそうやって答える人多い。で、effect on workers、 深夜って言うんだよね、これね、人や給料、雇用の喪失。ちなみにどっちでいきますか、ね、まあ深夜給料かな。あ、なんて遅い時間に、それを英語で言わないといけません。はい、賃金ってなんだっけ、賃金がウェイジだ。いいですよ、ウェイジでも、ハイウェイジ、ハイウェイジ、ハイヤーってことですね。おっていうこともできるし、まあペイっていうこともできます。働いてる側目線だもんね、当然ね。僕は雇う側目線だから、そっか、金がかかるっていうのはね、ありますね。そうですよね、はい、だから10時以降だと深夜料金で高いんですね。残業代にしても高くなるし、当然こっちからすると私の目線からするとね、こう、まあ雇用の喪失はね、ありえますよね。その時間にしか働けないっていう人ができるようになりますし、疲れるっていうのもこれ完全に働いてる側目線なんだなと思いながらそうか、そんなないって何これそんななくないですか、デメリット。反対するにおいてあんま使えなくないですかそういうことですね。作文において疲れますよねっていうか弱すぎますね。まあまあまあ、そうですね、まあ、ダブルシフトでね、やったりとかね、
する人いますしね。次がカスタマーニーズですね。そうですね、いつでも買えるっていうのはお客さんからしたらこれは大事ですね。最近の人働く時間、場所、バラバラは場所まあそうですね、遅くまで働いてる人はいるので、その人たちこれだったら何て言いますか。これは本当に出しやすいと思う。 People today とかでいいのか。大丈夫ですよ、 People today、 はい、いい、なんか俺やったんだよな。いいと思うんですよ、そのディファレントを2回使うやつ。おお。 People today、 多くバラバラ、in many way じゃない、それ many way、 そういろんな方法でat different times とかたりすると、多分の場所を合わせたら at different times, at different places とかってなると思うんですけど、うんうんうん、そういうことですね。 Some people work late at night とかっていう風に言って、こうやってですね、 They need to eat とか They need to get some みたいな、夜でも何かゲットしなきゃいけないからっていうのであった方がコンビニ、だから便利であるって言ってそれに行くっていうのが使いやすいです。はい、Profit に対して、はい、利益、これは分かんないです、ぶっちゃけ。どっちもです。うん、だってなんかここと相殺されちゃう、うん、これはどっちの可能性もあるわけで、深夜帯に買いに来る人が多い場所だったら当然プロフィットが増えますし、全然来ないところだったらただただ人件費がかかるだけで減っちゃうわけです。なんでその辺のことは場所によって全然違いますね。東京の、ね、都内だったらプロフィットが増えるかもしれないですけど、田舎行ったらそれこそうちの地元とか減りますよ。減ります、そういうのもあるわけです、人件費かかっちゃう。じゃあこういうね、場所とかは人件費何もかかってないわけじゃないですか。こういう都内貸しオフィスね、すごい安い、めっちゃ安いですからね今ね、っていうのもあったりするんでね。で、いつも考えておいた方がいいものって言って、はい、そういつも言うんですけど、それをね、まあまあ英検のもうすでに動画出てて見てくれてる人がいると思うんですけど、やっぱり客観視しやすいものっていうのがあって、そう、これはいい考えですね。これで丸×を考えるっていつも言います。自分もいい点悪い点を考えろっていうので、やはり時数足りないと思うんだったら情報使ってもいいので、こっちで行くんだったら確かにこういう悪い点もありますけどねとかっていう、こっち側も使うことが実はできるので、これ大事です。あ、これですね、あの身長差本当こんなんじゃないですか、めちゃめちゃ厚底ですからね8センチ持ってますめちゃめちゃ厚底ですからねと書いてあるからいいんですけど、スピーキングとかね、普通のライティング書いてないことなんですけど、いつも使いなさいっていうポイントがあるんですけど、なんだかわかりますか、みんなが大好きなもの。大好きなもの、はい、でもきっと大好きなもの、お金。そうだねそうですね、お金っていうのはアイデアに出しやすいんで、大体あるんですよ。だってもうこれもそうじゃないですか、プロフィットって大体ありますから、お金っていうのは使いやすいですね。お金がかかるのは悪いこと、お金がかからないことはいいこと、お金がゲットできることはいいこと、お金を使うのは悪いことみたいなね、うん、であと金とともに大事なものって時間。そうですね、はい、ただただ時間を無駄にする、時間と単位を落とす、やめてくださいひどすぎる時間を無駄にする急にディスるで、あのなんかさ、単位の話してっつったらさ、コメント欄にやめて、全然取れてないですよ全然取れてませんよってコメント来て、動画見て、本当だちょっとしか単位取ってない時間がかかるのは悪いこと、時間が節約できるのはいいことです。こういうのもかけるようにしておきます。あとですね、まあここでまさにあったんですけど、このですね、利便性っていうですね、コンビニエントであるっていうのは、これは使えるようにしておくと、特に11級分量多くなりますから、ここで便利だとかって言った後にこういつでも買えるとか、働く時間バラバラですみたいなのをこう3つ言うことできますね。3分使えるようになるので、これはスピーキングの時とかもめちゃめちゃ役立ちます。はい、で金時間利便性で、あとはまあここにあるこいつですね、環境はこいつめっちゃ出てくるんで、環境にいい悪いは超使いやすい、必ず何か解くときに用意しておくといいですね。で、あとはやっぱり自分のね、大事なものは、そう、健康は大事なので、これらは常に持っておいてください。喋れるようにしておくとお得ですね。じゃあこういう表現を覚えておいてくださいね。私の参考書にも書いてありますし、はい、あとは出てますんで動画そちら見て、はい、ぜひやってください。はい、ということで今回はメディアテア、ちゃんとライティングできんのっていうのでした。でもアイディアパッパッパッと出せるんで、それを英語で言えるかですね、練習をやってくださいということでした。はい、はい、ありがとうございました。じゃあ合格してくださいね、はい、二次試験のやつやんないといけないから一番やばいね